高取型巡視船は海上保安庁の巡視船の船級、区分上は PM 型、交渉船系は特350トン型。1960年代中盤、海上保安庁は原油輸入量の激増と石油タンカーの大型化に伴うタンカー関連海上災害の危険増大に対処するため昭和43年から昭和52年度計画にかけて 非理夕方消防船号席を整備した。しかし1974年の第10有用丸事件において、これらの消防船は十分に役割を果たしたものの、炎上しつつ市街地に向けて漂流する第10有用丸に対して、海上保安庁は有効な対処方法を有しておらず、結局は巡視船艇、消防船の援護下に民間のタグボートが栄光を実施することになった。 このことから、さらなる海上防災能力強化の必要が指摘されるようになり、これに応じて建造されたのが本型である。本型では、従来の巡視船としての警備救難業務とともに、第10有用丸事件の教訓から、消防能力と栄光能力が強化されている。栄光時の復元力確保のため幅広の船型都市、また居住、作業スペース確保のため、 朝鮮首脳型が採用された。海上保安庁としては初めて試みる船型であったことから設計にあたっては民間の公用衛星などが参考にされた。主機関は従来の350トン型 PM と同様に短期出力1500馬力の新潟 6M31EX ディーゼルエンジンを2機搭載してそれぞれ両弦の軸機を駆動する方式とされた。 なお推進機は、可変ピッチプロペラである。なお、機器の実態把握、操縦制御機能は極力操舵室に集中された。消防装置としては、火器のような装備を有する。また、タンカー火災を想定したことから、オイルフェンスの転調設備を有するほか、後に油回収装置の運用能力も付与された。炎上する、大型タンカーを迅速に栄光するため、 戦備には30トンの栄光フックとウィンチを備えている。また選手側についても選手構造を横行可能なように配慮するとともに更新栄光用として15トンの栄光ビットを設けている。栄光ウィンチやオイルフェンス用収装置などは全て防爆化されている。なお、大規模災害時に総合式戦としての機能を発揮できるよう、 中型巡視船であるにもかかわらず、船橋港部に OIC いを設けている。ありがとうございます。